皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。兵庫県の斉藤元彦知事は14日、神戸市内で報道陣の取材に応じ、県議会の全5会派と無所属の全議員86人が辞職を求めている状況について、公務を一日1日やっていくと話し、改めて辞職を否定した。写真、視察には全身鏡、シャツは手で持ってこい。 斉藤知事出席の数々、斉藤知事が辞職しない場合、県議会定例会初日の19日に全議員が不信任決議案を共同提出する見通し。この動きにも、法律に基づいてこれから対応を考えていくと従来の主張を繰り返した。県議らが13日、新年度予算案の編成に向けた重要政策提言を知事抜きで言ったことについて、斉藤知事は、 県立大無償化や若い世代の応援策などは必要性を理解いただけると強調。私に提言できなくても、意見をすり合わせながら良いものができるようにしていくべきだと話した。斉藤知事は神戸市中央区であった、全国少年消防クラブ交流大会に出席後、報道陣に対応した。門はどう思いいいますすか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。